はい、どうもだらぎです。今日もそば分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、 OMG コイン、リンク、バットコインの方をやっていきたいと思います。まずは記事を2つほど取り上げていきます。はい、で今日はですね、どちらかというと、落ちてきましたね。はい、一旦反発してからのじわじわと今落ちてきてるんですけども、上値を重くして落ちてきている通貨が多いという形になっております。はい、で1つ目の記事がイーサリアム17億円相当のハッキング被害かということで、取引所や決算サービスなどを運営するクリプト.com で、17億円相当のイーサリアムが流出した可能性があるというふうな記事が出ております。でこれどういったことかというと、まあ、多額のお金がね、送金された後に、匿名性を高めるためにですね、このミキシングサービスというものを行っていると。ミキシングサービスっていうのはですね、まあ、いろんな、ウォレットに送金したそのウォレットにですね、いろんな通貨に分散して、例えばリップルだったりいろんなねコインに 分散して、その17億円をこうミックスしていくわけですね。はい、そして、まあ、どこかの、ウォレットに 流し込んでいくということです。まあ、不正の、ね、発覚を、まあ分からないようにねするためにそういった行為をするんですけども、まあ、それが行われた可能性があるということで、一時停止サービスがね、出金などが、まあ、一時停止したというふうな話も出てきているということです。ただ、今のところですね、その被害はないよっていうふうに公式では言っているということなんで、まあ、もしかしたらその被害者となるね人がね、もしかしたら取られたことに気づかずにいる可能性もまだあるので、まあ、これが今後ねどうなっていくかというところが、まあここら辺がね注目されるところにはなってくるのかなというふうに思います。はい、で続きましてビットコイン、2022年は、受難の年になるのかということで、まあ、これがね2014年から、去年までの推移ですね。で、大体4年に1回ね、こうやって下落する年があるよね、ということを言われています。で、2021年が 78%、上昇しているということなんですけども、今年はですね、その4年目に当たるので、下落するんじゃなかろうかというふうに言われております。ただし、この記事をですね、簡単にね、解説すると、まあ、この2年間ですね、マイナス 52% とマイナス 74% のこの下落があった年っていうのは、流出事件ですね、ハッキング被害とかですね、そういった、ファンダからね落ちてきたというふうにも言われております。ですので、まあ、ここにも書いてますけども、大事件がなければ安定成長かというふうな形にも言われております。でもう一つは半減期ですよね。半減期っていうのはビットコインのマイニングがですね、まあ、要は1マイニングに対しての、まあ、報酬量ですよね、それが半減するということで、そこがね落ち込んでいくというような形も含まれていて、それに従って落ちてくるというような見方もあるんですが、まあ、最近はねビットコインだけがね主導ではなくて、まあ、他の通貨にこう分散されているみたいなところもありますので、まあ、一概にそれだけでね下がるのかというと、まあ、それはどうかなというような形にもなってきているというふうに思います。まあ、とはいえビットコインというのは強いですので、まあ、その辺もね、一応ね追っていかなくちゃいけないというふうにはなってるんですけどもね。はい、ですのでまあロング派にとってはね、懸念材料の一つとはなるだろうというふうには書かれておりますね。はい、まあですので、まあ、きっかけなんですよね。はい、まあ、一応4年に一度ということで、まあ、きっかけがね重要視されているというふうに思いますので、今回もね大きな何か大事件というか、まあ、仮想通貨にねかかるようなそういったそのファンダメンタルがね出てくれば、もしかしたら落ちる可能性も十分あり得ると思いますし、
まあ、ただ、まあ、そのシステムだったり、まあ、みんなの NFT とかね、メタバースもそうなんですけども、まあ、その普及率とね、見比べてみると、そうでもなく、どんどん成長を遂げている、界隈ではありますので、まあ、そういったことを考えると、まあ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 、うん、上がってきてもおかしくないかなというふうな形には思っていたりもします。はい。ですので、まあ僕はね、まあどちらかというと、もうちょっと上がってからですね、まあ例えばね、今年ね、マイナスにはなるかもしれないんですけども、まだね、最高値を更新するぐらいの、もう一段階の上げがあって、その後に落ちてくるみたいなね、そういった流れも一つね、考えておりますので、全く上がらないというか、そういった、一概にね、4年目だから下がるっていうわけではなくて、うん、どこまで支えられている間は大丈夫、どこからどこまでは危ないよっていうね、そういうラインっていうものをしっかりとね、考察して、戦略を組んでいく、そういったことがね、毎日日々の、相場分析が大事になってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい。それではもう一つですね、津波被害のトンガビットコインでの、寄付を受け付けしているということです。トンガって言えばですね、ちょっと前にあれですよね、法定通貨にするかもしれないよというニュースが出ました。でもその流れというか、まあ、プロセスもそうですし、まあ、もう日付までね、ある程度のところ決まって、予算案とかね、そういったところまでも持っていくような流れができてたんですけども、まあ、今回の津波被害っていうもの、火山のね、噴火による被害っていうところで、まあ、こういったね、取り組みをしようというふうになっております。ビットコイン、南太平洋のトンガの海底火山噴火による津波被害に対して、ツイッターユーザーからビットコインに、よる寄付が、提案されている。ツイッターユーザーのオニール、ブラリーかな、ビットコイン支持者で、トンガの元議員である、ロード・フェッツ氏、トンガの、救済資金のためにビットコインを寄付できるウォレットアドレスを設定しているように促した。最大 1.2 メートルの津波が道路や財産を奪い、人々は避難を余儀なくされている。空気や水の汚染は、援助団体にとって当面の懸念事項だということで、まあ大変なね、被害を今受けているということで、こういうね、ビットコインとかのその寄付するというところの、まあそのどちらかというとこれ政府が言っているというよりは、まあその周りがね、それをやれようというふうな、まあ、指摘ほどではないんですけども、まあ、そういう、まあ、提案ですね。が、まあ、こう、あちこちから来ているよね、っていうことです。まあ、それはね、法定通貨にするという記事が出たからこそ、こういった、ユーザーが増えているというふうになっているというふうに思います。はい。それではね、ビットコインの4時間足からやっていきたいと思います。まあ、今のところね、大事な指標をどちらかにっていうよりは、昨日と同じくですね、この三角持ち合いの中を推移しております。戦略もね、ほぼ一緒なんですけども、まあ、今日一段階ね、またポーンと下がってきました。ここのね、下降ラインがありますよね、この2つこの下降ラインを、上値をね、やはり重いようなこう形になっております。で、今ね、推移している場所っていうのが、まあ、非常にね、このダブルトップのネックラインにも差し掛かってきております。ここね、ネックラインに差し掛かっておりますので、まあ、ここを下抜ける可能性も出てきたということで、下抜けたら一旦はですね、ここ、下限タッチの、460万円付近ですね、460万円付近までタッチする可能性も出てきたということです。ダブルトップは、下抜けですので、下抜けやすくなるということです。まあ、ただしここで反発されれば、まあ、このね、小さいボラティリティの中で推移していって、またここを抜けるか否かみたいなね、そういった話にはなってくると思うんですが、
今のところ結構大陰線で結構下がってきておりますので、僕はね下限タッチまでねもう一回挑戦するんじゃなかろうかというふうに思います。横軸で見た時も直近の最安値ぐらいまでは来ておりますので、まあ、ここを試してね、下も試しながらどっちに行くかというような方向感で、まあ、今月はねいろいろもやついていくんじゃなかろうかというふうに思います。ただここもね下抜けるような展開が出ると、まあ、結構売りに入られやすくもなるというふうに思いますので、そこはしっかりね待機しておいた方がいいと思います。今乗っかるというよりはこれはねもう間違いなく今はね見といた方がいいかなというふうにも思いますので、しっかりとね相場を見つつ、トレードに入るのではなくて、しっかりとした方向感が出るまでちょっとね、お休みしとくというような形でいいのかと思います。はい、じゃあ続きましてリップルですね。はい、リップルはこの三角持ち合いをもう一度ね、ここに戻してくるのであればこの三角持ち合いで見ていいんだけどというふうな形を言ってたんですが、まあ一応ねここで這いつくばってはいたんですけど、こういう下降ラインを描きながらじわじわと下がってきてたんですね。で一応こういうね上昇トレンドもあったんですけども、上昇トレンドから、下降トレンドに短期的に移り変わったということで、今ちょっと大きめのこういうねポーンとね陰線が出てきているので、まあ、ちょっとね戻すのにきつくなってきているという形にも見えます。でこのダブルトップで考えたら短期的にはもう完全にネックライン割っておりますので、ネックラインを割ったってことは一旦の下落っていうのは来るというふうに思います。ですので価格としてはこの81円ぐらいのここを割るかどうか、リップルはこの81円ラインを割るかどうかが、まあ、非常にね大事になってきますので、ここをね切り下げていくとなると、ここの上昇トレンドはもう裏タッチどころかですねもう効かないねっていうところで、また違うね下落のトレンドみたいなねこういうね、風なのが引かれていくという風な形になりますので、まあ、リップルに関してもですね、今は見届けた方がいいですね。まあ、下がりきるところまで下がってもらうという風な形でいいのかなと思います。4時間足で言うとね RSI がもうちょっとでタッチぐらいなんですね。ですのでタッチしてからの、まあ、ここからのねどれぐらいの反発になるのかっていうような、まあ、そういう見方でね一応見ておけばいいかなという風に思います。はい。まあただし、まあ、2022年の、まあ、ファンダメンタル的にはですねリップルに関してはやはり訴訟問題が今年中に解決するだろうというふうな見方も出てきておりますし、それがね、まあ、判決の内容にはよるんですが、まあ、おそらくなんか、リップルが悪く終わるというよりはですね、なーなーになるか、もしくは、お互いに和解するかですね、それともリップルが勝利するかみたいなね、そういうふうな形で見られておりますので、まあ、どちらかというと 60% ぐらいはね、明るい感じで終わるんじゃないかなと、リップルにとってはね。そういう形で終わった時はちょっと一旦ねポーンとね上がる場面っていうのは出てくる可能性はあるというふうに思っております。はい。じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい。イーサリアムもですね下がってきました。このダブルトップを描いて、このねイーサリアムに関してもこのネックラインを割ってきましたので、一旦ちょっと落とすと思います。落とし込むと思います。ダブルトップですよね。ダブルトップですので、まあ、ネックラインここですね。ですのでちょっと強めにね一回落ちると思います。下げ止まるポイントとしては、一つ目はですねこの35万7千円、そして、34万7千円そして最終的には、33万8千円、このラインでね見とけばいいというふうに思います。で僕はですね、まあ、以前に、言いましたけども、まあ、実際に金額もね出して、下がったら下がったで僕は買い増していきますということを伝えておりました。ただし買い増していくにもですね限度があって、やはりこの上昇トレンドがあります。ここねこう上がっていっているわけですけども、ここを下抜けると僕はねさすがに一旦手放そうと思いますし、今持ってる玉に関してはですね、手放そうというふうに思います。まあ、含み益を持ってるので、まあ、マイナスになることはないんですが、まあ一応ここまでの下落っていうのはまあ許容というか、まあ
見届ける。一旦反発ここでするかしないかですね。はい。は見ていこうかなと思っております。で、今のところ、まあ、ちょっと大きめのね、陰線が出てきて、こうやってね、落ちてきていますので、一旦は、まあ、とりあえず35万7000円ぐらいまで落ちることは見込んで、今のところはね、見ているという形です。チャートの形としては、ダブルボトムからの上げ、そしてダブルトップからの下げみたいなね、まあ、分かりやすいこの指標で動いている。ただ、どちらにしても下げにしても上げにしてもボラティリティが小さいような状態ですので、この先端部分がですね、今月いっぱいぐらいになっておりますので、この先端部分は2月の20日ぐらいになってるんですね。で、今月いっぱいがこの辺か、まあ、この辺ぐらいですよね。ここぐらいですね。この辺ぐらいになっておりますので、まあ、この辺でやはり来月ですかね。来月に入ってからの方向感っていうところが、まあ、非常に大事になってきますよね。こう上に抜けるのか下に抜けるのかっていう。まあ、ここでね、判断してもらえればというふうに思います。今買っていけるか問題はもちろん今は買っていかず、見届けといた方がいいと思いますので、まあ、しっかりとね、今はこの下落が、どころも、まあ、一旦反発してからの調整なのか、もう一段階下を目指していくのか、そこでね、しっかり判断すればいいと思います。はい。はい、じゃあ続きまして、バットコインですね。バットコインは、三角持ち合いがこうやってね、あるんですけども、プラスアルファ、もう一つはやはりここのね、硬いね、ラインがあります。ここ大きく見て、1、2、3とこのね、3ブロックに分かれるこのラインですね。108円ラインですかね。105円ラインぐらいですね。105円とか8円ぐらいのラインがありますので、そこと、引かれるこのディセトラ状態ですね。このディセトラ。はい、この中を推移しております。で、一応2月の3日ですので、今月いっぱいぐらいまでこれがねモヤモヤする可能性があって、まあ非常に他の通貨と似てるんですけども、近いところで見るとこういうねダブルトップのネックラインは割ってきたということです。いずれもこのダブルトップを、まあ、イーサリアム、リップル含めね描いてきていて、一旦はこの、ネックラインを割っているという状況にありますので、一旦ストンと、ね、落ちる場面が来るというふうな形になっております。もちろんね、今ぐらいの落ち方で戻してくる可能性もあるんですが、まあ、もうちょっとねアロイスライもね下げれますし、一旦下を試すんじゃないかなというふうにも思っておりますので、まあもちろんねバットコインに関しても今、手をつけるんではなくて、一旦下がってきてここね底落ちして一旦反発するようなタイミングで買う方は買っていった方がいいと思いますし、心配な方はね下抜けるか上抜けるまで、待つっていう形を取るのが、まあ、今のところはいいのかなというふうに思っております。はい、じゃあ続きまして OMG コインですね。はい、OMG コインはこのボックスで推移しております。842円と、558円のこのボックスで推移していて、こういう下降ラインがあったんですけども、この下降ラインを上抜けしてから、一旦上昇上が来た、押し目を作って上げてきたんですけども、今ちょっと大きめにね売り叩かれてきているという形になっております。で、まあ短期的なね細かいところで見ると、細かいところの、推移で見ると、今懸念されている材料としてはこの三尊天井ですね。この三尊天井が来るという、ここをね懸念されている。その時はこの660円ラインを下抜けたら、ちょっとまたね下に戻してくる可能性があるというふうに思っておいてください。三尊天井は、基本下抜けです。もう1回の反発がある可能性は高い。もう一度ね、ちょっと上昇波が来て、で上値をね超えきれなかった場合はだらだらと落ちてきて、この660円ラインもさらに下抜けると、三尊天井がバッチリ決まったということで、一旦下を試す。その時はですね、
下手したらこの全戻しの554円ラインですね、この554円ラインまで落ちてくる可能性ありますので、これはしっかりね、見といた方がいいかなというふうに思います。でここの554円ラインを下抜けたらさらにですね売り加速が高まってくるだろうというふうに思います。この辺のねサポート帯がね薄いので、一旦はね330円とかねこの辺ぐらいまで落ちる可能性が出てきます。これはかなり悲観に走ると思いますので、今のねこの価格帯結構意外とね、重要な場所になってきているかなというふうに思います。はい、まあ、とりあえずこのボックスでまず見といて、で、近いところで言うとこの三尊天井を形成するかを見とく、ネックラインを割るか否か、そして、ネックラインを割ってきたらさらにここを下掘るかというところを見とくというふうな形でいいのかなと思います。ですので今トレードするというよりは底打ちを確認してから入っていくか、大きなこのボックスをねどちらかに抜けてから戦略を組むかというような、そういった形でいいかなというふうに思っております。はい、続きましてリンクですね。はい、リンクはですね結構大きく下げたんですが、下げるには下げたんですが、まあ一応この三角持ち合いの中を推移していて、で一応昨日言ったねこのアセトラですね、アセトラじゃないディセトラのこの形をね推移しているんですが、このディセトラをねちょっと下抜けたかなって思ったんですね。下抜けて一旦ストーンとねもう一段階下がるのかなと思ったら、まあ今ちょっとだけ買われてきておりますね。ですので、まあこの状態が続くとですね、一応このディセトラの先端部分が23日ぐらいですので、それぐらいまでに方向感を見せてくるという形になります。ただ下げてくるというふうになると、こっちの大きい方の三角持ち合いで見るので、そうなった場合はですね、先端部分が1月の26日とかになってくるので、結構ね一回下を目指して、2370円とかですねその辺ぐらいまで見せ、試してくる可能性も出てくるよねっていう話になってくると思います。その前に、ここのね、2512円のまあここで一旦底打った場所っていうのがありますので、まあここにインパクトありますし、この辺のモヤモヤ期間でもね結構意識されてましたので、一旦そこでのね底打ちっていうのも可能性としてはあるかなというふうに思います。このチャートの形としては、まあ、完全にこうダブルトップを描いてネックライン割ってからずるずると陰線が続いてきたというね、まあ、分かりやすい、このねチャートにはなっていると思います。これねダブルトップですね。これダブルトップを描いて、ここでねこのダブルトップのネックラインから下げたくないよってもやついてたんですけど、ちょっと下抜けた瞬間からストーンと大きく売り叩かれて、そこからじわじわと陰線続きで落ちてきたということですね。でまあ反発の兆しがないということで今もう一段階ストーンと落ちたんですけども、今度はこの辺のね底打ちされて買い支えられる場所がありますので、それで一旦の反発を見せてるし、 RSI 的にも一旦ね反発されてもいいぐらいのタイミングでもあるという形です。この反発がとにかく弱ければもう一段階下を目指すと思いますので、その辺をねしっかり見た上で、トレードした方がいいと思います。今のところでね底打ちするというよりはもう一段階この下ですね、もう一段階下を見た時にここをね反発するかというところで考えた方がいいと思います。今のところだとちょっとね、弱いかなと思っております。反発も弱いですし、まあ、買いも弱ければね下げるこの勢いもちょっとね弱まってきてるんですね、ボラティリティ的にね。で売りの方の出来高がちょっとね、高くなってきておりますので、まあ、そこの懸念すると、やはりね見といた方がいいのかなと思います。一応 RSI がこういうね下降ラインになっていて、まあ、価格もこう下降しているということになりますので、まあ、この下降ラインと価格の下降ラインとこの、RSI の下降ラインというものが反転した時がですね一番のね買い場になってくると思います。ここを抜けた時っていうね、そういった感じでね一つね見とけばいいかなというふうに思います。結構ね人気がありますので最近
上げるときはですね、そこだと確認されたら、まあ、結構な勢いでね、また上がってくると思うんですが、まあ、今のところね、もう1段階、もう2段階下がる、余力がね、まだあると思いますので、そこをね、確認するまでは手をつけるのは、まあ今のところはね、やめとった方がいいのかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。はい、ということで、今日も相場分析やってみました。今日の動画が良かったと思う人は、いいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンよろしくお願いします。Twitter のフォローの方もぜひしていただけるとありがたいです。そして僕が使っている取引所は、ビットバンクとコインチェックになります。どちらもですね、概要欄に載せておきますので、一緒のを使いたいなと思う方は、使ってみてください。ビットバンクの方はですね、なんでお勧めしているのかというね、詳しい動画も作っておりますので、そちらの方も、概要欄から見てみてください。ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。おつ